久保さん。まあ、あのね、めちゃめちゃ簡単に商品作る方法あるんですよ。久保さん。<laughs> ま、多分ね、これがね、最、最短最速ですね。うん。これはね、僕の商品を買うことなんですね。で、なんで僕の商品なの他の商品じゃなくて僕の商品なのかっていうと、僕の商品はですね、なんと、いちご一句、いちご一句丸パクリしていいっていうね。僕の、なあのー、 映像コンテンツ、まあセミナー映像、買います。一語一句書き起こしていただいて、パクっていただいて大丈夫だと。ただし、あなたの言葉で喋ると。ただそれだけ。条件があるとするならば、あなたの言葉でそれを言うっていう、ただそれだけです。ただし、セリフ一語一句パクっていいと。これなくないですか、久保さん。<laughs> ちょっとアレンジしてくださいとかじゃないんですよ。もう100%パクっていいっていうね。 どうすか,だかドリアカでもね、僕のドリアカのメリットとしては、ドリアカでも言ってるんですけど、もういちご一句パクれと。<laughs> ね、そしたら、商品作れねえとかねえだろと。だっていちご一句パクればいいんですよ。うん。どうすかあとはやるかやらないかだけですよね。で、それすらやらないんだったら、申し訳ないけど、無理だなと。いちご一句パクらない。<laughs> パクれません、みたいな。日本語読む理解できませんとかね,ね。それはしょうがないですよね。 だから、あのー、ま、あこれね、ビジネスをする上で、もちろんね、情報っていうのは今無料で仕入れることは可能です。ただし、普通のビジネスってどうでしょうか無料で仕入れているものって少ないですよ。お魚屋さん、なんだあの、ま、あお寿司屋さんとかね。えー、ステーキ屋さんとかね。じゃあ、ステーキ屋さんは何を仕入れてますかお肉を仕入れてますよね。有料で。えー、寿司屋さん。有料で。えー <laughs> ネタ仕入れてますよね。築地に行って仕入れてませんラーメン屋さんも仕入れてません有料で。どうですかほとんどが有料で仕入れたものを、えー、有,有料で仕入れたものを、えー、利益乗せて売ってるっていう。ど,どうですかね車も部品仕入れてますよ有料で。いろんな、多分ね、車は400パーツぐらいあるのかな いろんな下請けさんがいて、そこでいろんなあのネジとか全部、そういう掃除とかが有料で仕入れて、で、一つのものができてるわけですよ。だからビジネスをやるっていうことは、仕入れが必要なんですよね。で、その仕入れを無料でやるのか有料やる、有料でやるのか、情報ビジネスの場合は無料でも可能です。ただし、何をね、じゃあ、初心者の人なんか特にそうなんですけど、じゃ何仕入れていいのか分かんないわけじゃないですか。 僕も有料の商品そのままなんですよね。まとめられてるわけじゃないですか。もう買えば時間短縮ですよ。最速ですよね。自分で探す手間がないんです。自分で探す手間がなくて、ワンボタンでクリックして買って、それ丸パクリすればいいんです。これめっちゃ時間の短縮じゃないですか。世の中に、世の中で一番価値があるとするならば、僕は時間だと思います。なぜならば時間だけは買えないからです。 時間変えますかタイムマシンあります過去に戻れますか ?20 代に戻れますか久保さんが1兆円、久保さんが 100, 億100兆円持っててもタイムマシンで20代には戻れないですよ。だから、世の中で一番今価値があるとするならば時間だと思います。なぜならば絶対お金で買えないので、20代に戻れないですから。でも僕たちっていうのは、なんか明日死ぬとかわかの明日死ぬと思って生きてないですから、ほとんどの人がね。 なんか、ダラダラ生きてるっていうのはほとんどです。だから、時間は、なんだ、時間は有限っていう言葉ありますけども、うん、時間は無限と思って生きてる人が多いんじゃないかなと。ね。年取りますからね。だから僕はすごく感じるのが、あの、時間の価値が年取って、すごく貴重に感じるようになったのが、これが結構良かったなと思いますね。 ほんと年取ってあと老化してどんどん,死,んでいく死に向かって生きてるんですけど若い時っていうのは時間に対してのその価値っていうのはあんまり考えないんですよそれはもうなんか一生続くんじゃないかなみたいなうんだからこの前もやっぱそのねまあ34時間ですけど商品作りましたでもねやっぱり体力の、うん、衰えっていうのはすごく感じます4時間バーって喋るねしんどかったっすよまあでもサラリーマンに比べると楽でなんですけど ただし、若い時はもっと、だって、20時間とかね、やってたわけですから。山口陸がね、山口陸、20時間ライブやりました。僕も20時間ライブやりましたよ。これ20時間ライブ僕2回やったんですけどね。で、2回目は、単独、2回目はもう単独だったんですよ。完全なる。死にましたね。もう無理だと。そう。多分ね、2年前ぐらい、37歳の誕生日記念して、20時間ライブやったんですよ。単独で。 もう絶対や無理だと思いましたね。これはもうできないと。だから久保さんも今できないですよ。20時間ライブ。でも昔は久保さんね、20時間ライブにコメントできたんですよ。でも今20時間ライブにコメントちょっと難しいと思います。<laughs> まあ環境も変わってますしね。家庭もあるし。だからもう体力落ちるんで絶対。どれだけやっぱ筋トレしてもやっぱ限界値ありますからね。うん。だからまあ時間は有限だと。限られた時間の中で何を手にするのか、限られた時間の中でどれぐらい稼ぐのか。 ああの本当にねあのお金たくさん持ってても死んだら何も使えないですからうんだからこの年を取って良かったなと思うことが時間に対しての価値ですねだからより一層アクティブに動けるより一層楽しく時間の濃密度ですね時間の濃さっていうのがすごく今は高いんですよそれを感じれるようになったんで 一日一日を大切にというか、一日一日を使い切るっていうね。今、命を燃やすっていう。でも、若い時はそういう、うん、捉え方はできなかったですね。だから、今が一番幸せです。なんで今一番幸せだって感じれるのかっていうと、時間の価値が高くなったからです。濃さが高くなったからです。年取って。これはね、僕はね、すごい新しい発見だなと思いますね。年取って。 だってもうちょっとで僕も40ですからね。今年の10月で39で、来年の10月はもう40歳です。アラフォーってやつですね。まあアラフォーになってんのかな死者に入すると。まあいいや。まあとりあえず40になるわけです。来年の10月は。だからね、今できることをやるっていうね、かなりもう、なんだう。すごくフォーカスがね、ピントがめちゃめちゃ合ってますね。人生のピントですね。いいんじゃないですかこれ名言。人生のピントを合わせるっていうね。 人生のピントが合ってきたとまあ目はね視力落ちているんであのレーシックとかしないすればまた回復するかもしれないですけどもうちょっとぼやけるんで年 <laughs>、ね、取るとなんだ目の視力がなくなってくるけども人生のピントは合ってくると <laughs> いいねいい言葉ですねこれね <laughs> でもそれをね年取っても感じれなかったらそれはねあのー、悲惨だと思いますね 年取っても時間の価値を感じれないっていうのは、時間の質を感じれないっていうのは、これはね、うん、あの、人生において良くないこと、良くないことというか、もったいないというか、うんな,な何かっていうと、それは自己実現できてないってことですね。年取っても自己実現できてないってことです。久保さんも今ね、自分の描いてる自己実現をして、お金にある程度も困らない。時間を自分の好きなだけ使える。DVD も見たりとかね。 漫画本を見たりとかね。自分の時間を自分の好きなだけ使えるわけですよ。で、暇だから動画も撮れるしね。これ暇じゃなかったら動画撮れないですよ。こんなに。このこのやりとりも、久保さんがね、マージャン店で十何時間ずっと付きっきりで働いてたら、このリレーは絶対できないですからね。こんなポン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 できないですよ。うん、僕も自由にやってるんで撮れますけど。うん ね、時間の価値の質というか、それはすごく感じれるような人生がいいんじゃないかなと思いますね。年取っても時間に追われて時間の価値を感じれない。それはもったいないかなと。まあ、よくね、60歳から定年後からってあるじゃないですか。でも時代は変わりまして、定年しなくても、いくらでもね、久保さんはね、60前に隠、まあ、居みたいなね、定年してるわけですよ。だそれが可能なんですよ。昔は無理でしたよ。 で今はその選択ができるんです。やればね。だから僕の商品買ってパクって自分で商品売ったりとかできるようになれば、それができるわけじゃないですか。か僕もやってることは商品作って売ってるだけですからね。じゃああなたと、あなたとの違いは何かっていうと、商品を何持って売ってないってことですよね。え集客していないとえ。そうじゃないですか。違いは何ですかと。僕は商品持ってる。集客している。ね。で、ちゃんとセールスしてる。それ違いそれだけですよ。 本当にうん、久保さんもね、いまだにね、隠居してね、別に商品売らなくても、そっか、自分売れる理由って、集客してるからですよ、常に。動画発信して。んで、お客さんとの関係性構築してるからですよ。ライブもしてるだろうし、YouTube ライブね。<laughs> まあ信頼関係作ってるじゃないですか、常に。だから、いつでも売れるんですよ。いつでも。久保さんが気が向けば、いつでもセールスできるっていうね、状況なんですよ。だこれがただの、そ,のただそれだけの違いです。 それをやってるかやってないかっていう。で、今やれるんです。元マージャン店のおじさんでもできるんです。パソコン何もわかんない、元マージャン店のおっさんでもできるわけですよ。ここまでの希望というかね、元マージャン店でね、借金まみれ3000万でね、パソコンも何もわかんないおっさんができるわけですよ。ここまで希望を見せてるのに、やらないこれ、どうしますって話ですね。どうするんだと。 だからできないことはないですよ。本当に。やってないだけですからね、本当に。だから億万長者合宿はね、本当にやれっていうことを伝えるためにね、いろんな切り口で言ってるだけですけど、やれと。ただ、結局のところは、一番やってるのは僕と久保さんかなと思いますね。いってらっしゃい。